い、じゃあこの危ない感じのね、キノコの山チックなやつを食べていこうと思う。で、見た目は完全にあのキノコの山頭ずれバージョンって感じ。頭がちょっと前に出てるの、マイケル・ジャクソン、マイケル・ジャクソンキノコの山って感じ。おいでよ、ヒヨゴンの森、イエーイ。ハラニアさん、こんにちは。どうも、世界のコメディアン、チャーン、ヒヨゴンです。やばい、これちょっとやばい予感がするけどやめておこう。今日は私今韓国に旅行に来ているんですけれども、もう3泊4日なんですよ。え、そう、3泊4日で1泊2泊はあの韓国に留学してる友達と一緒に遊んで、まあ、一緒に泊まってって感じで、でも友達がちょっと明日からもう学校だから最後の1日はね一人なんですよ。でもその友達との私の連携プレイが最高すぎて、もうなんかやりたいこと全部終わっちゃったんですよね。なんか何やり残したことをなんか処理する日にしようと思ってて、一番最後最終日はやり残したことないっていう究極状態。てかちょっと待って、あのね、違うんよ、私今一人ホテルに、ホテルにおるんやけども、ゲストハウスじゃなくてホテルにおるんやけど、目の前が夜景がブワーってなってるんですよ。なんか喋りにくい、なんかなんていうと、アメリカのエンターテイナーみたいな気持ちになってね、すごく喋りにくい、ビルのみんなに話しかけてるみたいで、すげえ喋りにくいんだよね。なんか、ね、すいません、あの、はい、ちょっとすいません、あの、あんまり見ないでいただきたい。今日はこちら、じゃん、ちょっと声小さめに行こうと思うんだけど、じゃーん、 E-Mart っていうね、韓国のコンビニで1000円分そう、お買い物してきました。やばい、今ちょっと照明をめっちゃ直視したらチカチカパーティーで前が見えない。あ、見えた見えた。マンノン、だからマンノン、うん、マンノン分お買い物してきて、待って、なんか大丈夫、全然今目がチカチカしててあんまり見えないんだけど、顔めちゃくちゃ真っ白じゃない？気のせい？気のせいじゃないよね、これ。私気のせいじゃないと思うの。え、ちょっとライト、すごいすごいライト、めっちゃ眩しいよ君ら、大丈夫？でね、ちょっと1000円分買ってきたはいいんだけども、あのアイスを買ってきたから溶けそうで怖いんだよね。だからちょっと早めに食べたい。食べていく。マジでこことここの電気が明るすぎて私画面があんまり見えてない、本当に。え、ちゃんと映ってるのかな。映ってる、違う。それでね、みんなに言うの、なんかちょっともう最初に言いたいんだけど、あの、私韓国に行ったらやりたい、ちょっと待って、アイスがあるから早く食べなきゃいけないって話をしたんだって今、ごめんなさい。ちょっと本当に私病気なのってぐらい気があっちらこっちらホイ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 って飛んでいくから、もうどうしようもねえんだよね、マジで。ちょっとどうしようもねえ、そればっかりは。とりあえず買ったものを見せていこうと思う、みんな。一個一個、一個目がこちら、じゃん、ピヨット。これなんかめっちゃ有名じゃない、なんかみんな買うやつ。そう、憧れだったから買いました、はい。これが多分140円ぐらいだった気がする、140円で。これがクッキーエンクリーム、クッキー、あ、クッキー&クリーム、は、書いてあるやんこれ英語で、クッキー&クリームです。でマジでごめん、こんなことをみんなに言ってもどうにもならないんですけど、本当にここの2つのライトが明るすぎてさ、前が見えんのよ今、本当に前が見えん。これ冗談とかじゃなくてマジであんまり前が見えてないから、ちゃんと映ってんだろうね、映ってんのな。で、もう一個ピヨットかってみんな、え、これビヨットなのかな、ピヨットなのかな、ビヨットっぽい、ビヨットで、これがチョコレート、チョコリンって書いてある。チョコリン、チョコリンって何、なんかあだ名チョコリン、多分なんかチョコレートリングの略かなんか知らんけど、とりあえずチョコリン、チョコリン買ってきた。ほら、え、近づけたら暗くない、なんかめっちゃ。そんなことない、そんなことあるよね絶対。まあまあいいや、なんかここに照明が明るすぎて前にやったら暗くなるっていう謎のシステムがなんか伴う。まあ次、ドラえもんのチョコモン、チョコエモン、チョコエモン、チョコエモン、すごっ。なんかスプーンが、スプーンじゃねえや、ストローがめちゃくちゃこう、え、なんて、あのクリスマスのキャンディーみたいになってるんだけど、かわいいと思ってパケ買いしました。これこそまさにパケ買いっていうやつだね。そう、パケ買いした。かわいくない、チョコエモン。ちょっともうなんか光やばくて気持ち悪かったから場所変えました、場所変えました、はい。あとこのなんかキノコの山チックなやつ、キノコの、てかもうこれキノコの山疑惑のやつ、これも買ってきた。チョコソンイ、ソンイってキノコって意味なのかな、ちょっとよくわからんけど、この DJ キノコみたいなやつを買ってきた。それと、見て、かわいくない、ライアンのチューチューゼリー、チューチューゼリーかなんか、ちょっと商品名は知らんけど、チューチューゼリーみたいなやつを買ってきました。かわいくない、私はかわいいと思うな。
食べたくない、かわいすぎて食べるけどね。これマンゴー味って書いてあった。はい、マジで瞑想しまくってここに落ち着いた。やっと綺麗に映る。え、綺麗じゃない？みんなやっと目見えるよ。今はなんかおかしいな。やっと目見えるけど、ずっと目は見えてたんだけど。次、じゃーん、マイチューバーです。なんかマイチューっていうね、なんかハイチューもどきのが体に悪いアメリカチックな味がするお菓子があるんですよ。なんかそれのアイスがあったから買ってきた。美味しそうっていうか、まあこれも可愛いと思って買っちゃったよ。どっちかというと竹がいってやつです。これも100円ぐらいだった。そう、このドラちゃんも100円ぐらいで、ライアン先生がちょっと高くて200円で、このなんかキノコの山チックのやつが100円だった。じゃん、チャンケラーメン、チャンケラーメン、じゃーん。私韓国のラーメン好きなんですよね。これ買ってきた。これは100円だ。これも100円でした。はい、あとね、これさ、マジで可愛いと思って、多分ね、これ子供用のやつなんだけど買っちゃった。見て、このさ、ペンギンのキャラクターなんて名前やったっけ、ちょっとわからん。読みますね。キヨウンネチングポルル、ポルルって名前かな。ポ、ん、あ、ポロロ、ポロロ、ポロロや。キヨウンネチングポロロ、かわいい私の友達ポロロって意味。なんかちょっといいね、ポロロって。いいじゃん、いいじゃん。いちごのジュース、これも100円、200円だった。で、最後、じゃーん、ピカチュウのチュロスみたいなの。え、かわいくない？これどう？これみんな的にはどうかな。これはね、80円ぐらいの気がする。100円、だから、ね、全部100円ぐらい。これだけ200円したんだから、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 だった。え、ちょっと何から食べていこうかな。ちょっと可愛すぎるから、このポロロから飲んでみてみる。みんな気づいてるか気づいてないか知らんけど、私飲み物大量に買ったよね。なんか違うって言って、韓国のねコンビニって本当に行ったことあるか分かってるけど、飲み物が可愛いっていうか、飲み物がめっちゃ多くて飲み物を買いたくなるんですよ。なんかどうやって飲むの？名前書くとことかあるんだけど、何日も使うのこれ。お、おい、ふざけるな、マジで。さあ、なんていうの、この出てこないのに一生懸命吸ってる大人の動画とか誰が見たいんだって話。うわあ、もう急に。え、ちょっと待って、これ、え、どんなスピードで飲む子よこれ。マジの、マジの赤ちゃんよ。めちゃくちゃちょっとずつしか出てこん。これ、あ、え、待って。いや、普通に飲めるんかーい。ちょ、ね、バカバカしいやん。な、何今の時間。めっちゃバカにされた気分やわ。こら、いかん。うん。なんか、普通にいちごミルクじゃなくて、でも純いちごの感じでもない。何なんだろうなこれ、うん、なんかいちごのお菓子のジュースって感じで、まんまじゃんな。すまん、ほんとにすまん。そんなんならもうレビューしないでくれって思ってる、そこの君。それな、ちょっとマイチューバー、これ一番最初に食べないといけないと思うんだけど、うわ、すげえ、3年間冷凍庫に入れてたのってぐらい、なんていうのこれ、うん、なんて言いますかねこれ、うん、ちょっとわからんけど、なんかとりあえずすごいめちゃくちゃスイート。いただきます。めっちゃイチゴの匂い、めっちゃイチゴの匂い。うん、おいしい。なんかこれ中に入ってるの何なんだろう、マイチューバー。待って、壁薄くない？隣人の笑い声めちゃくちゃ聞こえるんだけど、爆笑してる、聞こえる？みんな。うるさいよって。そう、これ冷凍庫に入れて保管、これ一気に食べられる系のやつやね、悟った。次、ライアン先輩のマンゴーゼリーみたいな、これ食べる。私が大好きなライアン、超嬉しいな、ライアンライアン、よく知り飲む天才、マジで天才、美味しい。
可愛いし美味しいって最高じゃない？人間でいう可愛いし性格いいみたいな感じでしょ。だって最高やん。なんか韓国の製品って本当に色合いがめちゃくちゃいいよね、うん、なんか可愛い、全部買いたくなるような感じになっている。ちょ待って、マジちょっと待って、本当にこれまた話がさ、いきなりあっちやこっちやに行くんだけど、韓国にいる間に私ほっぺたをね左右5回ずつぐらい噛んだのよ。めっちゃ腫れてて今、内方法が両方痛い。それだけ。なんか頬を噛んだらさ、なんていうの、太った証拠みたいな言うじゃないですか。なんか太った証拠とか言っても常に太ってるし、なんかもう なんだろう、なんか逆に腹立つ。いや腹立つっていうか、なんかいや今更何言ってんのみたいな感じなんだよ。合唱校の練習ずっとしてきた人たちに、なんか何も知らずに、あの朝練とかも何も来てない人が、合唱校明日らしいよみたいな、いや知ってるんだけど、そのために練習してきたんだけどっていうぐらい腹が立つ。いや知ってるんだけど、デブなことは分かってるんだけど、今更お知らせしてどうするみたいな、パルって感じなんですよ。はい、じゃあこの危ない感じのね、キノコの山チックのやつを食べていこうと思う。で見た目は完全にあのキノコの山頭ずれバージョンって感じ。頭がちょっと前に出てんの、マイケル・ジャクソン、マイケル・ジャクソンキノコの山って感じ。うん、はいはい、このキノコ6歳らしいです。怖い、なんかリアルでこれ6歳とか、なんか本当に無理なんだけど。しかもさ、とんでもないものを発見した。このさ、パッケージのところに番号がバーっと打ってある。これさ、つなげたらこのなんていうの、キノコ坊やになるみたいなやつなんだけど、あの数字の数が恐ろしい。なんか何まであるのこれ。49まである。でもこれさ、この集合地帯ってとこらへん、これ絶対無理、ガキができるわけねえじゃんこんなの。もう味は、キノコの山だ。見て、マジで楽しみにしてたビオットちゃん、嬉しいや。ちょ開けてみよう、マジとりあえずズベコ言わずに。お、え、あ、マジでほっぺ痛い。え、ん、ん、これ割らない感じじゃね。開け、あ、え、もう開けちゃ、え、開けちゃったんだけど、多分ここでなんか割らないといけない系のやつですかこれ。は、でそういうのマジで困るんですけど。てか、え、スプーンとか、あ、ついてる、スプーン2個ついてる、そういうこと、混ぜて食べる系、すげえ。え、ってことは、え、え、ヨーグルトにこれを入れて食べるってことだよね。これをヨーグルトに入れて食べるって、そう、いや、てか私がこうヨーグルトっていうことを初めて知ったんだけど、え、そういう感じ。あ、いや割らなくていいっぽいわ。普通になんかこうやって、こうやってやる。すごいこぼれちゃう。なんだかすごい、ちょっと想像と違うけど、まあとりあえず楽しんでいこう。うわぁ、ごめんなさい、なんかうわぁうわぁとか、なんかおぉとかとかしか言えないんだけど、そう、基本的に母音しか喋らないんだけど。いただきます。いや、美味しいんやけど、なんか、なんて言うと、悪く言えば意味わからん、よく言えばでしょうねって感じ。なんかヨーグルトの中にチョコレートのリングが入ったそのままの味、なんか合わさって、あ、チョコとヨーグルトってこんな感じで合うんだ、すごーいみたいな、全然ない。あ、うん、こっちにチョコがいて、こっちにヨーグルトがいる、ご近所さんっていう感じ。なんか合わさらない、こう家族にはならないっていう感じ、家族になろうよではないなっていう感じ。そう、でもこっちのオレオの方は私は家族になれるんじゃないかと思うんだよね。で、家族になってくれないとあんまり、ちょっとあの、うん、ちょっとやめていただきたい。そろそろそういう分離系ネタを求めてないんですよ私は。
入れていきます、うん、あ、すごい、なんか匂いがすごいね。どっぷり使っている。食べます。こんなにも化学反応ゼロの食べ物があるのだろうかというぐらい、ヨーグルトとオレオ&クリームクッキーみたいな感じ。美味しいです。でもあの、はい、美味しくねえよっていう感じではないの。美味しいよ、美味しいんだけど、美味しいんだけどねってそういう感じ。いや美味しいんだよ、美味しいんだけど、そのあの、うん、出会わないっていう感じ。そう、ピカチュウのチュロスみたいなの食べようと思う。え、バリ可愛くないこれ実際。みんなこういうの可愛いってなんか分かち合える友達、私、うん、そう、そういう人がいい。私キャラクターとかそういうの大好きだから、結構アニメとかも好きだし、なんかそういうの分かってくれる友達がいいよね。いただきます。ん、うん、あのサクッてしてるのにめちゃくちゃびっくりしたんだけど、チュロス、なるほどね、ピカチュウでピカチュロス、そういうこと。なんかさっきからうまいな、腹立ってきた。これ美味しい、これ出会う。なんか中にね、ちゃんと本当になんか入ってる、柔らかい何かが、ちょっとクリーム状っぽいやつ、ムースっぽいやつが入ってる。シナモンのチュロスの味がします。これ美味しい。ちょっとさ、手な感じで紹介していったんだけども、うん、マジ夜ご飯食べたんですよ、冷めてください。インスタライブじゃないや、インスタグラムをフォローしてくれてる子はきっと分かると思うんですけど、最終日はサムギョプサルを食べさせていただき、今日ですね、最終日じゃないです、すみません、今日です。あのお腹いっぱいなんですよ。うん、ちょっとラーメンは後でお腹空いたら食べようかなと思う。ちょっと待って、忘れてた、チョコレートのドラえもん飲むの忘れてたや。これ飲みます。ちょっとこれだけ飲まないのはあまりにもなんかちょっとよく分からんから飲む。え、なんか手がどうした？幼稚園児が砂場で遊んだみたいな、バリ汚いんだけど、どうして、何これ、何で汚れたのこれ。腹立つ。いただきます。おお、チョコだ。チョコだ。ココアとかそんなんじゃなくて、なんかガチチョコって感じ。濃ゆい。うん、美味しい。でもこれはご飯食べに行く前とかに食べたら、お腹いっぱいちゃん、お腹いっぱいちゃんになるだろうからやめといた方がいいと思う。はい。みんな、急にビデオが本当に急に止まって、勝手に一人ずっと喋ってたんだけど気づかないで。まあとりあえずそんな感じで、韓国のコンビニで1000円分何買ってみたみたいな企画やってみたかった。ずっとずっとやってみたくて、やっとできた。韓国旅行なんて一人で行かないじゃん。いや、なんか一人で行く人もいるんだけど、なんか一人で行く勇気ないんですよ、私。あの、行けるけど、行ったとてみんなで行った方が楽しいっていうね、極論に至ってしまう。でもなんかこう、みんなになんか韓国の動画をお届けしたいってずっと思ってて、そうで、コンビニ企画がそれの一つだったの、その中の一つ。いやー、もう本当にやっとできたって感じ。どうだった、みんな。なんかグダグダで申し訳ねえって感じなんだけど、まあでも本当に自分が楽しかった。うん、私は楽しかったけど、みんなどうだったっていう感じ。今かゆい、デコが最近めちゃくちゃかゆい。まあとりあえずそんな感じだった。あの、本当に見てくれてありがとうございました。私は明日起きれるかどうか怖いので、もう早く寝たいと思います。それじゃあね、みんな早く寝てください。アニョー。